花火をみんなありがとう。ちょっと私はお腹が空きすぎたのでレモンスカシ飴を食べます。ちょっともうお疲れ。レモンを取りたい気分。もう本当にじゃあ尽きたんじゃないかな。昼夜そう2部大変だった。もう本当によくみんな頑張ったよね。3期生も 2.5 も超大変だった本当に見て見てよかったよかった。それならストーリーとか見ながら話したいけど手元にストーリーがないんよね。誰かストーリーが欲しいけどないんよ。ダンスパートそう大変だった。ビギナー大変だった。そう一部は最初のブロックが3期生をピックアップした感じのでダンスインターがあいうえお順でリア中から始まってヒーターまでやってで5人ずつ踊って最後全員でみたいな感じのでそう一人一人普段お世話になってる先生が私らの個性に合ったそうそうダンスを作ってくださって順番に披露してたんよねそう見つけてくれた。そうみんなのこと見つけたよ。私はピアノ MC でも話したんだけどね。そう振りがあったりとかそうなの個性とかが詰め込まれたりその子のキャラみたいなのがたくさん込められたね愛のあるダンスインターでしたね。ビーナーガチでやばい頑張ったよ大変だったけど。でその次は夢逃げは一部は3期だけでしたんだけどそういいよねNMB さんの研究生さんがね披露してる披露折り面の曲なんだけどそう頑張れの部分はサイドにいる 2.5 期さんが言ってくださってすごい楽しかった。マクさん頑張ったありがとう。で必然性で 2.5 期さんも合流してやって必然性とかね夢逃げとか一部二部あったからみんな二文字とか覚えて3期生は大変だった。で原点は瀬戸内ツアーの千秋楽ぶりかな。こうやってあのフォーメーションでやるのはそうその時と同じポジションだからねほとんどの子が。で今亡くなっちゃってる子のところに 2.5 期さんが入ってほとんど入ってるって感じなんだけど懐かしいなって1年前だなって思っておめでたよかった。うるる来た嬉しい。その後はねあれですねユニットゾーン。ユニットって言っても少人数ではなく7、8人ぐらいのユニットがほとんど10人近いところもあるかなだったんだけど5曲あってスキダムシ、最強ツインテール、言い訳メイビー、ハッシュタグ好きなんだ、大声ダイヤモンドなんだけど1人3つそう選んでやろうって風で私は最強ツインテール、言い訳メイビー、大声ダイヤモンド選びました結構みんなさ3曲とも被ったって子とかいたけど私誰とも3曲はさすがに被らなかった。そう人によっては3曲連続とかもあったから大変そうだった。そうコール対応できたよかった最強ツインテールはこれからきっとねいっぱいやるであろう曲だしいつも公演とかで必ずツインテールしてるカナウがセンターだったからたくさん目立ってもらったそう夕明けメイビーはなんかもともと知ってる曲だけどしっかり歌詞を聞くと
え、めっちゃ可愛いやんって思ってそう、好きな気持ちを伝えるのが可愛いなって思いながらやりましたね。そう、振りがね、言い訳メイビー私的に一番難しくて、大声ダイヤモンドが一番難しいって結構みんな言ってたけど、私的に言い訳メイビーが一番難しくて大変だったけど頑張りました複雑なんよね。そう、最後このポーズで終わるじゃん、こういう手を伸ばして、あそこが好き正直だったんだけど紹介したら、え、歌いたいで、その次がユニット最後が大声ダイヤモンドかな。はい、私念願のリオさんがセンターでリオさんがセンターで、そう、素敵でしたね。最初の走り出すから始まるあのリオさんの低音素敵でした。ヤクさん頑張った、ありがとう。どの辺で苦戦、言い訳メイビーは感想の振りもだし、サビ振りも一回しも二回しでってちょっと違ったり、肘伸ばすと思いきや曲げてたりとか難しかった。大声ダイヤモンドは1番から2番への感想のタッタラタタラタタが難しかった。でも歌割りが基本ね、ヒータンと一緒だったんだけど心強かった練習ときたからさ、そこだけさボリュームがすごかった、音の楽しかったな。筋肉痛、ほんと筋肉痛になっちゃいそう。大声ダイヤモンドいいよね。で、私がね昨日の夜かな話してたのもあって、月を伝えれる部分があるよって言ってた通り、大声ダイヤモンドはね最後ね、好きってあるじゃん、好きって言葉最高だっていう、そう、ファンの方もみんな叫んでくださって嬉しかった。いいよね楽しかったな。この辺からもうあれだ、一部の方は記憶がないけど、個人的に心に残った曲なんかあるかな。幽体離脱が、まあ、一部二部両方披露したけど、初めて10人バージョンで披露したんだけど、そう、私基本あといつも上手下手が分かんなくなるけど、ステージから見て左側、客席から見て右側が基本ね、そっちゼロからそっち側しか、幽体離脱そっち側でしか踊ったことなかったの、サビも歌割りもそれ以外も。だけど人数が減ったことで、こっちの人数が減っちゃったから、上手が普段そう上手の方でしか踊ったことなかったのに、自分のなんだ歌割りが終わった後の移動で、今回は下手にねそう行くことになって、下手の2番。そう、なんか景色また違った、周りのメンバーも違うし、ペア売りはねイチゴとだったの、1サビとラスサビはイチゴ、2サビはユーナンとだった。今までしたことないそうことできた。イントロもそう、ヒータン単独、だいぶいろんなね何人バージョンとかもあって、あとはサビ振りも基本私はこっち側今までやってたけど、実は今回こっち側になってたから新しく振りを覚えたりもして、そう D メロのところもちょっとアレンジが加わってたりで、もう本当に大変だったいいペアでニヤニヤしてた、おもろいそう、ね、あとみんな的にさ話聞きたい曲とかさ、なんかさこの曲良かったとかないのイントロ一人ね寂しく感じるよね、本当にそう、ずっと二人のイメージだったから、ヒータンがそう一人やだって言ってたわ。そうよね、ずっとだったから。みんななんかないの、この曲が良かったとか、この曲のこと聞きたいとかないのオープニングのダンスオープニングのダンスウィッチレイね、そういちごがネタで言ったらまさかのダンスの先生入れてくれたっていう、マイク飛んだ、え、ヒータン飛んでたよね、私その瞬間見てないけど、その後みんなが言ってて、あ、そうだったんだって思って
転がり石になれね、チーム K さんの初めての曲かな。そう、あれは歌割りとかなくて全部オールだから、そう、歌詞が1番2番ごっちゃになって大変だった。でもヒータンがすごいね、かっこよかった。フロントというか真ん中とそのサイドを挟むのが実はヒータンとリオさんとミューポンだったっけな、スタジオメンバーで。そう、これからのスタジオの未来が見えました。私はずっと転がる石0番だから、ヒータンの、まあ、かぶりって言ってもちょいずれるけどだったりしたから、いっぱい背中を見れました。ヒータンのかっこいいそう、ビギナー、もうビギナーはもう大変だった、とにかく大変だった、難しかった。僕らは夢見てるか、未来を信じているか。普段間違うとこをちょっと足を閉じるとこを開いたりしちゃったけど、そう、なんとか修正はできました。ビギナーは本当に大変だった。最初セトリに入ってた時みんなびっくりしたもんそう、サッチーの飼い声から始まって、あそこでね間を取ってたから、そう、その間にさ、ね、心臓がブワーってなる感じがしたそう、ビギナーね本当に大変だった。でもビギナーをやったから、もうこれから先難しい曲をやるってなってもちょっと自信になったかもヒーター荒ぶってたね届いた、あ、よかった。そうなの、ヒータン頑張ってたね。ビギナーはそうなの。先輩に聞いてみた、シャコさんがしたことあるって言ってらっしゃった。ビギナー揚げ取り食べてたけど、あれは踊れません、やばいそう、一緒にそうレッスンしたんや、イチゴと。そうなの、新幹線のトンネルで入れなかった、入らなかった、あ、配信ってことね。ありがとう、ガラポン当ててくれたよね、初めて会えるの当ててくれた嬉しかった、写真撮れてありがとう。え、そう、新章やばいよね。2部の1曲目から8曲目、あの難しいブロック、最後無謀までか、 2.5 期さんのダンスインターから無謀までが新制服での、そう、あのパフォーマンスだったんだけど、もうあの衣装大好き、私初めて見た時からもうこれ大好きってなったかっこよすぎるよね。スカートタイプ、ズボンタイプがあって、ズボンが8人、スカートが6人いたかな。私たちのために、そう、今回用意してくださってすごく嬉しい。本当にフィッティング行った時もね、あ、こんな着れるんだってすごい嬉しくなったノーウェイマンね、もうね、もう、いろいろチャレンジしてみたいそう、イードラインの方がユーニアファンでした嬉しい。今日2部ね、最前にね、私のファンの方が3人並んでてびっくりしたんだ公演お疲れ様ね、お疲れちゃんがら。そう、え、そう、ズボンタイプの人はここ、そう、切れててちょっと肩が出てセクシーな感じ。スニーカーはイキコ、多分そうだと思う、イキコの白黒の靴ですね。ナービさんね、そう、途中から出られなくなっちゃって心配だよね。ね、私も同じ歌割りが多かったり、振りが近く、ん、振りの立ち位置が近かったりしたから、あれ、どなたかいらっしゃらないと思った、ナービさんでびっくりしたね。え、ん、待って、びっくり、カイトさん、少し刺してカイトさん、すごい、花火のタワーありがとう、びっくり。今日2部とも来てくれてたよね。2部はあのね、帽子をかぶって来てくれてたよね、ありがとう、嬉しかった。なんか X でね、こうやってライブ公演とかに来るの初めてって言ってたから、そう、どうでしたか私も頑張ったよまた教えてね。会場見たよかったです、ありがとう。自然と私に、そう、初めて披露、なんだかんだ、そうなんよ、ナービさんセンターで。私はマヒナさんのポジだったっけな、確か。
そう、ちゃんからおすすめマグネット、実は隣の人が交換してくれて手に入れた。すごい、それはいいね、隣の人優しいねえ、何回か数えられました。そう、あれ3人並んでるなって思って結果的にいい席だった。お、それはよかった。ライブの話続けてください。了解、ありがとう、またお礼させてください。ありがとう、アナさん思い出した。そうよね、なんか今日アナさんもさ定期公演、新しいグループの方あったみたいだけど、なんか集合写真見たらアナさんのうちわ持ってる人がいっぱい出て、私も嬉しかったそう、最後に2分最後に知らせがあったんだけど、ユタエリダズのね MV がそうようやくね撮りました。少し前にこの超忙しい期間に撮ってきたんです。本当に数日前にそう、しかもレッスンが終わってからその MV の撮影地まで向かった。そう、もう本当にそんぐらいスケジュール詰め詰め、他の仕事とかもあって、くるくるさんとかはさ海外まで行ってね、そんな中走り抜けたこの2ヶ月でしたね。 MV 楽しみにしてて、 LINE の方でね、そう動画が来てるから、それもぜひ見てほしい。そう、スペシャルゲストも出てくださっております見覚えある人多かったそう、あの期間だろうなと予想つくでしょ。そうそうなの、 MV 本当にね、本当に音沙汰なしでこのまま白紙になってしまうのかって思ってたら、急に連絡が来てびっくりした本当に考えてくださってたんだって思って、いいにゃー、どうした動画ね。そうそうそう、3期生の1年の成長に驚かされた。それはよかったお疲れ様、ありがとう。今日はもう夜ご飯ちゃんと食べよう。でも私は明日も朝8時とかに家を出て学校で、そっからのお仕事で帰ってくるのは9時過ぎなので、休みません休めない。28に予約休めるから、あと明日明後日も頑張ります。そうそうなんよ、マイク飛んできたら訴えるように練習しておきます。やばい、急に男性の声が入るのやばいそう、あ、うなぎ食べてきた。あ、いいね、うなぎゆうなって言うんだ、それで。へえ、エリーさんの反則どうでしょう楽しみにしてて、え、そう、課題もしなきゃいかん。28にしよう明日そうお休みじゃないよ、スクーリングとそっからお仕事なんです。明日はだから帰ってくるのは9時過ぎてからだから、そっから配信ですね。もう超大変だけど充実してるよね、本当に。いい夏の思い出ありがとう、たくさん。そう、課題終わらせんといかん、頑張ろうえ、みんな他にないの、この曲が良かったとか、この曲聞いて好きになったとか、ないの、ないの、聞きたい、感想聞きたい、イライラ聞きたい。ポンポンとかも使った。8月本当に充実、本当に何もない日がほとんどなかったね。何かしら毎日あった、大変だったそうなのよ、大変だったよなんかないの。前しか向かねえね、びっくりしたよそう、半分ぐらい知らない曲だった、本当に。昔のAKBさんの曲とか、 NMB さんの曲とかも、 HKT さんの曲とかもさせていただいた。少女たちもともと好きな曲、おー、いいね、それは。少女たちをメンバーも好きな子多いかも。過去最高クラスの出来で全米過ぎた、選べんなんか無謀のこと、あれ X かなんか上げてくれてたよね、無謀。そう、実は立ち位置新名がね、カナウだったけど、そうカナウが一旦なんて言うんだ、サイドにはけちゃったから、
あれもともと折り面が16でうちらは14人バージョンでしてるから、最後の歌割りを4人から2人に削っとるね。でそこでかなもうちょっと体調が悪くなっちゃって抜けちゃったから、そう私ね無謀歌割りソロになっちゃったの2箇所ぐらい。そう頑張りました、かなの分も。かながでもその後出られて本当に良かった端から端まで、そう動いてた。必然性からの原点も遠いし、必然性一部は必然性からの原点が遠かったし、二部は必然性からの奇跡が遠かったり。そうなの、転がる石からビギナーの移動もちょっと遠かったし。そうソロ目立ってた本当ちゃんと歌ってたなしちゃんすごい花火をたくさんありがとう。そう最高回が最高だった。あ最高回よね、盛り上がる曲だよね、いいね HKT さんの。楽しかった、こちらこそありがとう私もすごい楽しかったです、たくさんたくさん練習した甲斐があったよ本当に。大変だったねねえ私あれだった 2.5 期さんの2部の方はあれだったの、 2.5 期さんのダンスインターから始まって 2.5 期さんが曲して、そっから必然性で始まるんだけど、そう 2.5 期さんのダンスインター、あの音がめっちゃかっこよくなったよね、でててててててみたいな、コナンのオープニングみたいなさ音そうかっこよかった 2.5 期さん。最初にさ一人ずつポーズ撮ってたじゃん、あれがすごいかっこよかった。最後あずみんさんがなんかこういうポーズしてたよね、なんか手をこうやってこういう感じでかっこよかった。いやけメイビーね、いいよねメイビー、かわいいよね、歌詞がすごいかわいい、いいねいいね。ビギナー驚いたでしょ、ビギナーするとはさすがにみんな思ってなかったでしょそうフォーテートオタとして楽しかった、わそりゃよかった、新しいっしょ本当に、黒と白の、そうめっちゃ嬉しかった、あれ個人的めっちゃ好み。ズボンタイプはここが斜めになってて、スカートタイプはここがまっすぐのやつなんだけど、まっすぐのやつはさあれだよね、表面張力のナナさんの衣装の形に似てるよなって思った、初めて見た時。あ、FC 買ったの嬉しいそう、カノギャグしか覚えてない、やばい、セーティスメール確かにね、確かに初披露以降私はやってなかったから。この間選抜メンバーさんがフェスか何かとやられてたみたいだけど、サッチーもねサプライズ登場して今回できてよかったそう、いいな、最初は音出ないトラブルだと思った、あ確かにねだいぶ長かったから、あそこは時間をとってそう緊張感を持たせるそういう演出でございますめっちゃ勢になってた、うわ嬉しい。今日終わった後にそう、あの普段お世話になってる方とかにもそう、踊れるようになったし歌えるようになったねって褒めていただけた、嬉しい嬉しい。帰宅する気をつけて帰って災害楽しい、こちらこそありがとう。そう大変だった、ゆいたも今回ねそう一緒に出れてよかった、よかったよかった。ユニットとかも一緒にできた、大声とあと最強ツインテール一緒にできたブチ最高ジャキジャキ少女たちのなずみさんの掛け声今回はちょい遅れ気味でした昨日いつだかは1個 4つ分早かったけどむずいよねタイミングねえ、愛の重さもそう初めてしたの、私はりょうつんさんのポジションこういう君でいてほしいか手に描いてた腕に抱くこともせずに、ここでしたね、りょうさんのポジションだけど身長とかの関係でニサビとか天秤のところはイチゴと変わったりしてたけど、リオさんポジションでした。
そうでソロで歌うとこね、そうあったね、確かに確かに。よし言うと乃木坂さん声をしてた、本当本当え、ねえ、またさ、これで終わらせたくないじゃん。まだこれから 2.5 期さんと3期生でいろいろライブとかね、そうしたいし、またツアーとかもできたらいいよね。次世代 STU よかったらみんなあれだよ、次世代 STU のハッシュタグつけてツイートしてね、みんな終わった後次世代 STU でいっぱい調べてたから、そうよかったはめてね、すごかったよねきつかったけどもうねすごい楽しかったんだよね今日は昇格ツアーとか確かにしたいね、今の研究生楽に誰一人欠けることなくしたいなでもねえ、サイティスメルとかカスミンとペアの振りだったりしたのが、そこがいなくなっちゃって今日はリア中としたりとか、やっぱね寂しいなって思うことあったけど、そう前に向かって頑張ります昇格発表期待したけどなかった、あ今日はそう後ろのモニターもなかったんよね、そうクリコンとかはあったけど、だから今回は何もなさそうだねってメンバーとも話してた、そうよくわからんけど楽しそうな表情でこっちも楽しかった、そりゃよかった、ぜひこれを機にライブや公演にハマってくださいそう昼間よりも楽しかった、嬉しい、昼のチンテール、えハーフツインしてたやつでしょ、前もさ公演でさ僕隊公演でハーフツインしてくれた時した時にめっちゃ褒めてくれてたよね、嬉しかった、本当はポニーテールとかツインテールにしようと思ったけど、最強ツインテールのメンバーが続々とねツインテールにしていく姿を見たら私もしたいなって思ったけど、なんかツインテールって気分ではなかったの、そしたらそうあのメイクさんがハーフツインとかしたらってそう言ってくださって、あそうしますって言ってノリで決めました、そう楽しかったが追加公演したいしたい、本当にマネージャーさんからも今日は100点をいただきました、嬉しい、え一回きりもったいないよね、そうもっともっとこのメンバーでこのセトリもやりたいし、そう今日は22時までする、あ X をささっきねマネージャーさんにね確認を取って OK ってさっき連絡来たから一瞬だけ配信止めて一瞬でさツイートしてきてもいい、めっちゃちょっとでツイートしてきます、ちょっとだけ待っとって、ちょっとだけあの X の投稿ボタンをポチってするだけちょっと待っとって行ってきます、 OK ツイート完了、ありがとう、投稿しました、今日は写真は2部の最初に着てた衣装、初めて着た衣装、その写真を使いましたおかえり、ただいま帰ってきました、よかったらいいねリツイートリプしてね、リプでさ教えてほしい、いろいろなんか自分たちだけじゃ分かんないさ、会場にいる人は会場にいる人しか分かんない良さとか、配信を見ている人は配信を見ている人にしか分かんない良さもあるから、そうよかったらそれを次世代 STU とかリプとかで送ってねそうだな配信もね見るの楽しみだね、ところどころカメラ目線できたんじゃない、できてた、どうだった配信見てた人できてたかな、そう後悔、確かに、でもまた今後も 2.5 期さんと絶対にもっと大きいステージに立つから、その時にぜひ来てください、これもねファンの方すごかった、そうそうなのアンコールそうユニアほとんど見てたからユニア好きなんだなと再確認した嬉しい嬉しいな、みんなまんべんなく抜けてた、あそうなんだ、うんよかったよかったよかった、
頑張った頑張った。今までやったことある曲も新しくポジションを覚えたり、だから新しい振りも入ったりで大変だったけど楽しかった。コールねすごかったよね。本当に本当にコールすごかった。やる気が出た。すごい。そう、サイン入りマグネット交換で本当サイン入ってんの、この世に数枚しかないのに。すごい、それはよかった。マグネット私も欲しいよね。マグネットいいな、私もゲットしたい。そうね、これすごかった。瀬戸内ツアーの千秋楽がね、いつもメンバーで話すとき、あの日がやっぱコールすごかったよねって話すけど、今日はそれ以上にすごかった本当に。あとはやっぱりしたことない曲が多かったから、そう披露する曲とか、あとイントが流れ出した時にファンの方がおーとかって言って反応してんのをすごい嬉しかった。そう頑張って練習してきたから。ビギナーとか転がる石とか反応すごかった気がする。夢に夢も。あとそうなの、普段やったことない STU がやったことない曲とかでもファンの方がね、なぜかコールができるのが本当にすごい。みんな好きって言ってくれたしね。大声ダイヤモンド、そう昼八重さリボン分かりやすかった。あ、よかった。ハーツインは私とリアッチだけだったっけな。そうだから分かりやすかったかも。ありったけの声でコールできてよかった。こちらこそありがとう。ペンライトね4本びっくりした。いいね4本また振ってね、ありがとう。さすがコール、そう幽体離脱もふーふーみたいなコールが入ってて、今までこんなんなかったのに、特に2部がすごかった。また映像を見るのが楽しみ。奥田さんコール聞こえてないよ。聞こえなかったけど楽しかった、本当に楽しかった。お疲れ様、お疲れ、頑張ったよ。じゃあみんな的にそのヒロを分かった時に一番驚いた曲何？そう、この曲やるみたいな。夢逃げてもビギナーでも、ね、自然淘汰主義とかもあるし、いろいろあるよね。でも新しく10曲以上覚えたからね、大変。何がびっくりしたんだろう。ビギナーやっぱり、あービギナー確かにね、もうあの曲は難しいイメージがもう定着してる。そうそうなの、ビギナーやっぱ難しかったけど、音がうまくはまるとかっこいいし楽しかった踊ってて。みんなで頑張って練習したからね。そうこの振りは何なんだろう、これは右からか左からか、この足はこうなってるとか、みんなで頑張って研究して頑張ったから本当に。言ったように昼は一部の人が言ってたけど夜浸透してみて、確かに夜はもうね結構会場全体が交流してくださってたみたい。嬉しい嬉しい。国境ない時代はびっくりというよりおーって思った。確かに初めての披露したのが前のお台場だったけど、その時もファンの方びっくりされてたよ。なんかおーみたいな反応あったね。今回はリオさんがセンターでそうやりました。そう自然淘汰主義なぜと思った。あのブロックはもうとにかく力を出し切る難しいブロックだったね。自然淘汰主義、愛の重さもそうなの。織姫様が4人いらっしゃるからね、細かい振りとかを教えていただきながら頑張った。しかも私はリオさんポジだったから、そうリオさんに直接教えていただいて、元の裏面の愛の重さのね、私の歌りのこういう君でいてほしい勝手に描いてた、あそこが
もともとはゆらさんとりおさんとおなびさんだからめっちゃね力強くてかっこいいの、あそこサビ前だから私も今日頑張った。ああいうのもさね、あずみさんがセンターで最高回は楽しかった、激しかった激しかった本当にそう、もう大変だった。そうラスト2回し目が来た時もやばいやばいとか思いながら頑張った。一番疲れた曲かも。そう一部のあそこのブロックが一番体力限界だったけどなんとか頑張ったよ。頑張ったな。最高歌謡はそう歌割りサビ前の歌割りなんだけど、そうそこ実はゆゆゆゆだったの。ゆいたんゆいたん私くるくるさんゆうなゆゆゆゆの歌割りだった。たまたまそうゆいなゆうなゆいかゆうかそうなの、ゆゆゆゆでした。そうちなみに夢逃げ、あの一部の方の3期だけの夢逃げはゆゆゆ基本ずっとポジション近くって、最後の一列になってさ君最後にってあそこを歌うところ3人さ並んでたよね、ゆゆゆが。そう私ゆうなゆいたんって風で並んでて、わゆゆゆだって言って話してた。ゆゆゆとゆゆゆゆそう実はそうだったんですよね。あとはね気づいた、ゆゆゆは今日みんなズボンだった、タイプがあの新衣装のズボンタイプでした。ゆゆでユニット、したいしたいしたいね。そうゆいなゆいかゆうかゆうな超紛らわしいすごいね。えこの4人ってさちょうどさ1個ずつ学年違うね、上から順にゆいたんゆうなくるくるさん私って順番1個ずつ学年違う、すごっ今気づいたそうアンコールラットのセリフ一部の語りかな一部の語りあったね、3期生が順番にいってくやつ。そう姉妹みたいに語りの日ってよかったよね。でもその後急にまだまだいけるかみたいな感じでみんな笑ってたのも面白かった。私が末っ子、そうだねそうズボン組はそう肩が出てた、右肩が出てた、ここに切れ込みが入った。あの衣装めっちゃ好きなんよ、名前そう似すぎ問題本当に湯がつくからゆゆゆに入れる、それは入れる入れる加入新メンバーだわ楽しかったよ、まだまだ話したいよ、話したい、もう何日かも余韻がすごいと思う。明日も話したいのに帰ってくるの多分9時過ぎてからだから話せなそうだ。そんなにまたメールとかでいろいろ送ってくね。湯が入るから、つくから入れる？いけますお前らまだまだいけんのかってね、ひーたん急にこのね、語りでみんながね聞いて感動しててまだいけんのか、へーへーみたいなびっくりだったよね伝説だわ伝説。帰る時間はみんな大丈夫やったんかな、どうなんだろう、ちょっとだけ押した気がするんだよね。引いたね大活躍本当に安住さんの MC もね感動したね、ペダル前の。えそう今日そうなの、2期生さんがそうなの、見学というか見に来てくださって、なんかね、なんかちょっとしかお会いできてないかあれだけど、ひごちさんとかさあやんさんとかきりかさんとかそう来てくださってたんです。
嬉しいですね。リネさんもそう、何人くらいだったかな、私たちも時間が全然なかったから、そう、そんなちゃんと挨拶もできなかったからあれだけど、来てくださったんです。そう、上の子がギューつくからいける、いけるわ。あ、下道で帰ってる、気をつけてね。うん、電車乗れた、よかった。 MC も確かにだいぶね良くなった、いろいろね話題もあって、そっからつなげることもできたし、そうありがたいよね本当に。優しい先輩方です。これがね、待って、汚れちゃってる。嬉しい。なんかライブの数日前にね、そうたまたまレッスンでね交代で入ったりこちさんが、そう、え、聞きたいって言って、その場でマネージャーさんに、研究生の子の行きたいですって言って連絡してくださって、今日来てくださって嬉しかった。あとこれもいただいた、こっちがりこちさんで、こっちがゆきりかさんかな。私たちが帰った後のケアをサポートしてくださいました、バブとメグリズム、ありがとうございます。そう、りこちさんとゆきりかさん、ありがとうございます、感謝、ありがたく使わせていただきます。みんなね、バブだバブだって言ってね、いただいたよ。そう、優しい。はじめまして、可愛かったのクリックしてみました。え、ありがとうバブ。そう、優しい。博多もついた、あ、よかった、帰れたなら。優しい先輩、本当に。感想部どうなんだろう、かっこいいけど、うっかりさん、わかる、あずみさん、かわいいよね。そう、ゆるい丸抜クイズ、あ、あったね、あったね、あったね。そう、将軍のこと、え、将軍 T シャツ着てたね今日。赤ちゃんだからバブやばい。バブ使いましょう、ありがたく。ダンスイン、ダンス、ダンスかっこよかった、嬉しい。メンバーそれぞれのね、ぬるめの湯にゆっくり浸かる、そうしよう。明日も朝早く起きて学校行かなきゃだから、そう頑張ります。そう、ダンスパートね、個人的にダンスパートで好きなのはミューポン、私の次ミューポンなんだけど、私からミューポンに変わるタイミングで音がちょっと変わっとるんよね。そっからちょっとかわいか、か、私のとこぐらいまではかわいい音だったけど、そこで切り替えてかっこいい音に変わるけど、そこのミューポンがすごい好き。そうなの、息をする心もね、いいね、いいね。今回は初めてのポジションだった、ココアさんのポジションかな。そう、ゆっくり休んで、あ、オンライン話し会ね、それも楽しみ。奥田コール忘れてた、次してね。少しは時間作れるようになる、多分今よりは作れると思う。熱気すごかったね、本当に。明日もう3期生大変だよ。みんな家から出れないよ。ユニアの隣の時ニコニコしてた。ニコニコしてた。少女たちのさ、ハイタッチしてさ、最後一列になるじゃん、そこいちごと一緒、隣だった、真ん中。タイのファン、嬉しい、ありがとう。体力本当にきつかった、みんな裏で汗拭いて扇風機回して頑張りました。ゆたり脱走、いちごとペアできてよかった。で、安定の 2.5 期さんのニレも素敵でした。そう、一部の方かな、ユタリツイーダツからニレのつなぎ、ちょっとだけニレの
そう振りを覚えたよね。タンタタンタンタタンってやって、そう見てごひさまの際テンテテンテテっていうここの振りをね覚えてくださって、合流して吐けるみたいなことをしました。筋肉痛で学校行けるかな、頑張るしかない。チューチューイチューイチューしてたやばい。カメラにも映ってるかな、どうだろう。やるかえん、こちらこそありがとう。レッスンの成果存分発揮されててよかった。いつもほどはなかったけど、学校がある中、学校終わってレッスンみんなよりもちょっと遅めに行ってみたいな感じだったから不安もあったけど、なんとかなりました、頑張れた。あ、57分、ありがとう。壇上読んで終わります。18から18位はカッピーさん、17位アズマさん、東さんありがとう。16位ラベンダーバーチョ KA さん、15位ヤオタンとつまみさん、14位ディナーとくさみさん、13位ナオくんと生涯学大になった神楽しヤオさん、12位キャピーさん、11位スプマーテさん、そしてトップ10、10位トマトさん、9位モモさん、8位アンパさん、7位なるみアットブルーライブ本当にお疲れ様ヤオさん、ありがとう。6位ナスちゃん、そしてトップ5、5位うまちゃんアットヤミさんとおつまみイヒヒヒヒヒヒさん、4位イハクさん、そしてトップ3、3位マクワットおつまみ今夜もたおしさん。他の人のうちはもうちょっと見れてんだけどな。2位ヤマシンさん、そして今日の第1位はたおもありがとう。今日のランキング1位はカイトさん、ありがとう。昼夜も夜もこうねライブ来てくれてタワーまでありがとうございます。これからもよかったらライブとか公演待ってます、ありがとう。他のみんなも本当に会場に来てくれてありがとう。最初の頃に比べてどんどんねライトピンク2本のペンライトが増えてるのはね自分も実感してすごい嬉しいです。ペンライトを見ると元気も出るし、そうもっともっと頑張ろうって思える。ありがとう。これからもずっとずっと応援しててね、ありがとう。本当にありがとう。またよかったら X でハッシュタグをねハッシュタグをつけて、あのハッシュタグ次世代 STU をつけてツイートも待ってます。私の X のさっきの投稿にもいっぱい待ってます。たくさんたくさんツイートしてくれたら嬉しいな、ありがとう。ハッシュタグ可愛かったね、私やってないけど、でも覚えちゃった。私ユニットで出てない曲は好きだ虫とハッシュタグなんだけど両方サビ覚えちゃった。ハッシュタグ好きなんだ僕はつぶやくってその後は後ろに下がるみたいな、好きだ虫も覚えちゃったし。またね披露する機会があったらいいな。うん、じゃあ次回のあとね、今日は終わります。本当にありがとう、バイバーイ。また明日も頑張ろう、月曜日。あと帰ってる途中の人は気をつけて帰ってね、ありがとう、バイバーイ。